さあお参りもしたし写真も撮ったし休憩もしたんで帰りますか。はい、ということで動画はね一旦閉めたんですけど、ついさっき言ったオートバイ神社って実はねよくわからないところがいっぱいあるんですよね。まあ、僕だけかもしれないんですけど、そういった話をねしてみようかなとは思うんですが、どっちかというと神社をディスるような話になるかもしれないので、まあ、そういったお話がねをお聞きするのが嫌な方はちょっと戻っていただければなと思います。でね、さっき言ったオートバイ神社なんですけど、今となってはね結構数も全国的に増えていると聞いてますが、一方でよく似た別のものとしてバイク神社ってあると思うんですよ。オートバイ神社じゃなくてバイク神社ね。こっちもちょっと数は分かりませんけどそれなりにあるかなと思います。で、まあ、これ僕の想像なんですみません、実際と違ってたら大変申し訳ないんですけど、バイク神社は割とちゃんとした、ちゃんとしたやったらぼんやりした言い方ですけど、まあ、れっきとした神社が運営されてるような気がする。で、一方のオートバイ神社って特になんか神社でも何でもなくて、まあ、神社風なところもありますけど、なんかその地域のスポット、ライダーが集うスポットみたいな位置づけで作るような場所、作られた場所みたいな印象なんですね。なんでオートバイ神社って果たして宗教法人なのかどうかも僕分かってないんですよ。つまりはね、さっきまあええかみたいな感じでお賽銭ペイペイでお賽銭上げてきましたけど、あれ支払い先、ちょっと言い方おかしいですけどね、お賽銭の支払い先がバルコムの広島だったかな。つまりはまあ、BM とかのね取り扱ってる、バイクのディーラーなんですよ。なんで運営元がバルコムなんですね。で、今日初めて見たんですけど自販機あったと思うんですが、エマとかねお守り、あとなんかアクセサリー的なもの売ってましたが、あれも今礼されたな礼したけどああいうのいいとこよねこの辺のねそうそう、であれのいいんですよ、もう分かってて楽しんで買うのはいいと思うんですけど、果たしてご利益とかあるんでしょうかっていう話ですよ。ちゃんとした宗教法人格でちゃんとしたものならもちろんあると思うんですけど、そうじゃない場合あれってじゃあ一体何なんだという話になるので、ちょっとね分からないところがあるんですが、あるので何とも言えないところはあるんですけども、なんかしっくりこんというか、ちょっといぶかしく見てしまうというか、眉につばつけるというか、そんな感じの印象を僕持ってます。オートバイ神社っていう、他の場所のオートバイ神社かどうかわからないんですけど、こと広島のねさっき言った神社についてはなんか怪しいよねっていう気持ちを昔から持ってました。だから神社ってそんな軽々しく移転するようなもんじゃないじゃないですか。けどああやってねなんとなくやっちゃえみたいな感じでやっちゃってる。もちろん何それなりの手続き踏んで、手続きっていうのはまあ宗教的な儀式的な手続き踏んでやられたのかもしれませんけど、そうそう動かすもんじゃないのにああやってねやってるところを見るとますます何なんかなこれはっていうのが思うところの内容でした。なんでお賽銭とか、あと
絵馬とか何お守りの売り上げってちょっと変な話ですけど、どう経理処理してるんかなって思いますよ。まあ、絵馬とかお守りはまだ分かる、お金を払ってこう対価を得てるんでね、物品を。けどあのお賽銭なんかどう処理しとんじゃろうかみたいなことを思ったりします。税金とかちゃんとしてるのかなみたいな余計なお世話ですけどね。はい、ということで楽しんでる人にとってはなんか水を差すようなお話をね最後してしまいましたが、まあ世の中ねこう、まあ、正直に受け取っていいことばかりじゃなかったりするんで、まあ、ちょっとあれって思うことは大切かなという、すいません何の話かよくわからない締めになってますが、そういったお話でした。よし帰ろう。